JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動に関する基礎研究など、競走馬を用いてさまざまな研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、 JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。JRA 日高育成牧場の福田です。今回は急性腹症、いわゆる腺痛の診断、予防および治療方法について説明いたします。腺痛とは主に胃や腸管の疾患を原因とする腹腔内の疼痛を示し、急性腹症とも呼ばれています。腺痛は腹腔内に疼痛を示す全ての疾患を幅広く含むために、原因も症状も重症度も実に様々です。そのため腺痛の確定診断をすることは非常に困難なことが多くなります。適切な管理をしている健康な馬であれば、ほとんどの腺痛は軽度であり、およそ 80% から 90% が1回の鎮痛剤の投与によって治癒します。しかし腺痛を発症した馬の 3 から 4% は手術適応となってしまいます。そこで本講義では、皆さんが管理している馬が腺痛を発症したとき、重症度はどれくらいなのか、または手術が必要なのかなどを判断するための一助となるよう、腺痛の基本的な知識を解説していこうと思います。こちらが本日の講義の流れとなります。まずはじめに腺痛の種類について解説した後、解剖学的に馬が腺痛になりやすい理由について説明いたします。その後は重症度に応じた腺痛の症状、腺痛の診断および検査の方法、腺痛の治療方法、最後に腺痛の予防方法について説明します。それでは最初のトピックに移りましょう。まずはじめに腺痛にはどのような種類があるのでしょうか。また原因や痛みはどんなものなのでしょうか。簡単に説明していきたいと思います。最初のスライドでもお伝えした通り、腺痛とは腹腔内の疼痛の総称であることから、原因や症状は多岐にわたり、確定診断できないものも多く存在します。今回は日常で遭遇しやすい腺痛の症状や原因について説明します。スライドには6種類の腺痛が記されていますが、左から右に向かって症状は重度となります。風気腺、いわゆるガスっぱらや痙攣腺は症状も軽度から中等度なことが多く、1回の鎮痛剤投与で治癒することがほとんどです。一方、便秘腺、過食腺、寄生腺は悪化すると手術が必要であったり、場合によっては死に至ることもあります。また変異腺は緊急を要する病態であり、多くの場合に手術が必要となります。それでは一つ一つ解説していきましょう。まずは風気腺です。風気腺は腸内にガスが貯留することで発症し、腐った飼料の摂取や発酵性飼料の過食などが原因です。痛みは比較的強く、写真にあるような前書き、また嘔吐をすることが多くなります。腹囲の膨大が特徴的で、特に右側のお腹が膨張し、ヨーダルのような形になることがあります。基本的には1回の鎮痛剤の投与で治癒することがほとんどですが、便秘腺や変異腺に啓発する場合もあるので、類焼鑑別には注意が必要です。痙攣腺は強い調教によるストレス、興奮、もしくは寒冷などによって一時的に腸の動きが亢進することで発症すると言われています。そのため聴診では腸の動く音が普段より大きく聞こえ、時には柔らかい便を排出することがあります。疼痛の程度は比較的軽度で、1回の鎮痛剤の投与で治癒することがほとんどです。
次は便秘腺です。便秘腺は休養などにより腸の動きが弱くなり、消化管に内容物が貯留することで発症します。腸の中は水分が減少しており、糞は小さく硬くなります。また数日間にわたり排糞が認められないこともあります。便秘が発生しやすい場所は盲腸や結腸であり、便秘が長引くと風気腺、ガスパラを引き起こすことがあります。疼痛は鈍痛を示し、写真にあるような排尿姿勢を取ることがあります。軽度から中等度の便秘では電解質の軽微投与や下剤の投与により治癒しますが、重度の便秘で鎮痛剤でも痛みがコントロールできない場合には外科手術の適用となることがあります。次は過食腺です。過食腺は濃厚飼料の多給、あるいは急激に餌を摂食することにより胃が拡張することで発症します。稀に大腸の変や便秘などが原因で小腸が圧迫されて発症することもあります。急性の場合は食後約1時間で急激に発症し、間欠的あるいは継続的に激しい痛みを示します。悪化すると鼻から胃内容物の逆流が見られ、胃破裂に発展することもあります。胃破裂を発症すると写真のようなショック症状を示し、予後不良となってしまいます。次は寄生腺です。寄生腺は消化管に旨海虫、円虫、養生常虫などが大量に寄生することにより腺痛を誘発します。大量の寄生虫が寄生しない限り疼痛を示すことはほとんどないため、一般的に駆虫が行われるようになってからはほとんど発生することがなくなっています。しかしひどい症例では腸の閉塞や腸の破裂を引き起こし、馬を死に至らしめることがあるため、計画的な駆虫実施が非常に有効です。次は変異腺です。変異腺は消化管の位置が変化したりねじれたりすることによって生じ、激しい痛みを伴います。馬房内で七転八倒を繰り返し、写真のように全身に傷を作ることもしばしばです。軽度な結腸の変異では回転によって自然に征服することもありますが、多くの場合では消化管の血行障害が生じ、腸が壊死してしまうため、回復手術による腸の切除や征服が必要となります。その他にも最近、馬の胃において人と同様に胃炎や胃潰瘍が確認され、それらが腺痛の原因となることが分かっています。またすくみなどで排尿障害があるときにも腺痛症状を呈することがあります。この他にも子宮捻転や陰嚢ヘルニアに見られるような性別に由来する腺痛や喉詰まりが原因の腺痛も認められます。喉詰まりは普段から十分な水の摂取後に給餌することを心がける必要があります。次は解剖学的に馬が腺痛になりやすい理由について解説いたします。まずは胃が小さいことと嘔吐が困難なことが挙げられます。馬の胃の内容量は8から15リットルと非常に小さいことに加え、胃の入り口の筋肉が発達していることで嘔吐が非常に困難となっています。そのため過食や小腸の通過障害により胃に大量の内容物が貯留してしまうと胃が拡張し、時には破裂してしまう場合があります。次に腸間膜が長いこと、結腸が固定されていないことが挙げられます。馬の小腸は腸間膜で吊るされているため、腸間膜が長いことが原因で横軸に捻転しやすくなっています。また結腸は腹壁に固定されていないため十軸に捻転しやすくなっています。その他にも腸管の太さが場所によって異なることも原因となります。馬の結腸はお腹の中で3回折り返す構造となっていますが、この折り返し地点が構造的に細くなっているため腸管の内容物が停滞しやすく、便秘を引き起こしやすくなっています。また腸の神経が鋭敏であることから内臓痛が発生しやすいという特徴もあります。次に重症度に応じた腺痛の症状について解説します。腺痛の臨床症状はスライドに示すように軽度から中等度の疼痛、鈍痛、重度の疼痛ごとに分けることができます。それでは左から順に解説していきます。軽度から中等度の痛みを示す症例では、
動画に示したような前書き、腹部を見る、背を丸める、上唇を震わせる、食欲が低下するといった症状が認められます。この程度の疼痛であった場合、空気栓や痙攣栓などが疑われます。次は鈍痛です。鈍痛を示す症例では、動画に示すような嘔吐、あまり元気がない、排尿姿勢、食欲のわずかな低下などが認められます。このような疼痛を示し、かつ排糞量の低下や糞が硬くなっている場合には、便秘栓を発症している可能性が考えられます。最後に、重度の疼痛を示す症例では、激しい前かきや発汗を認め、七転八倒を繰り返した結果、写真のような全身の擦過傷を負うことがあります。また食欲はほぼ廃絶状態となります。このような症状を呈する場合には、変異性を疑うことが重要です。次に、腺痛の診断について説明いたします。腺痛に限らず、症例場の一般情報を収集することは、病状を判断する上で非常に重要です。発症時期は、症状がどれくらい前から症状を示しているか知る上で重要であり、腸管の変異があれば早期に全身状態の悪化が見られます。食欲はずっと正常だったか、最後に給仕したのはいつか、最近どのくらいの量の水を飲んだかなどを把握することも重要で、腹部に不快感があると飲水せず、水で口をゆすいだり飲むそぶりを見せるだけとなります。排糞の状態も重要な項目の一つです。通常便秘栓ではボロは硬く、量も少なくなります。前書きや嘔吐などの症状、また疼痛の程度を確認することも必要です。使用管理は、過剰量の餌を与えていないか、化学物質や有毒植物を摂取した可能性がないかなどについて確認します。休養しているまでは便秘栓を発症する確率が高くなるため、飼育管理についても確認が必要です。また最近の治療歴や使用環境の変化を聞くことも必要となります。これらの背景を聞き取ることは、腺痛の経過時間、重症度、脱水度およびその他の特別な事情を判断する上で非常に有効となります。次は生理的な検査について説明します。体温は通常腺痛を発症しても上がりませんが、閉塞や変異により著しい疼痛を伴う場合にはわずかに上昇します。また腹膜炎や腸炎を発症した場合には39度以上にも上昇します。心拍数は疼痛や循環血液量などと関連があり、特に激しい疼痛があると劇的に増加します。呼吸数は腺痛時には通常上昇しますが、疾患の重症度を特異的に示すことはありません。次は下肢粘膜です。下肢粘膜の検査は、口腔粘膜を観察します。通常口腔粘膜は薄いピンク色を呈しており、単純な脱水ではわずかに白みがかったピンク色になる程度ですが、ショックやチアノーゼを起こしている場合には、写真のように暗赤色から赤紫色に変化します。 CRT とは、歯肉を圧迫することで白色を帯びた粘膜が元の色に戻るまでの時間のことであり、末梢循環の指標となります。正常では1から2秒ですが、脱水状態では3から4秒、重度な循環不全では5から6秒に延長します。次は聴診についてです。通常腺痛症例では腸の動きが減少します。特に重度の腸疾患では完全に腸の動きは廃絶することもあります。また大腸がガスにより拡張しているとガス音を聞くこともできます。ガスが溜まっている部分を見つけるためには打診を行います。右側でガス音が聴取された場合は盲腸の誇張が、左側で聴診された場合は大結腸の拡張、もしくは変異が疑われます。また痙攣腺や腸炎などでは腸の動きが増加します。直腸検査は、腹腔内の状態を直接把握するために重要な検査法です。検査ではまず腸管が正常な位置にあるか、すなわち腸管の変異がないかを確認します。また
ガスにより盲腸や大結腸が拡張されていないか、あるいは腸内容物が貯留していないか確認します。通常大結腸の便秘においては骨盤腔を越えた直腸の真下に糞の塊が触知されるので、その糞の量および硬さを判断します。次に胃内視鏡検査について説明いたします。過去の研究により腸鏡などのストレスがかかっている馬において、それが引き金となり胃潰瘍を発症することが分かっています。現役競走馬では約 70%、 育成馬でも約 30% が罹患していると言われています。また胃潰瘍が穿痛を引き起こすことがあるため、ストレス下にある穿痛発症馬に対しては胃内視鏡検査で胃粘膜の状態を確認することも大切です。次に重度の穿痛に遭遇した際の追加検査項目について解説いたします。まずはエコー検査について説明します。エコー検査はエコー機器の発展でより深い領域でも鮮明な画像が得られるようになったため、大きな腹腔を持っている馬の獣医療分野でも急速に普及した検査です。エコー検査の最大の利点はリアルタイムで腸の動きや腸内容物の状態を把握することができることです。また非侵襲的に検査することができ、直腸検査のような経験的主義が不要であることも非常に有用です。ではエコー検査における正常像と異常像を紹介していきます。スライドはエコー検査の正常像を示しています。画像は上段が背中側、下段がお腹側を示しています。また左側では脾臓が皮膚の真下に見られ、背中側では背側結腸と小腸、お腹側では腹側結腸が確認されます。右側では背中側で盲腸、お腹側で腹側結腸が確認されます。では簡単に症例を紹介いたします。この症例は鎮痛剤でコントロールが困難な疼痛と著しい腹囲の膨満を認めたものです。左側が正常像です。正常時小腸は1分に6から15回動き、その内径は5センチ以下となっています。しかし右の画像では小腸の動きは全く認められず、内径が10センチ以上にまで拡張していました。このような疼痛の程度やエコー所見から小腸に閉塞があると診断しました。その後実施した手術では空腸における抗薬性の閉塞が確認されました。こちらの症例は激しい疼痛を示し腹囲が著しく膨張したものです。左の画像は左側腱部の正常像です。正常な状態では結腸の腸間壁は4ミリメーターほどですが、右側の異常所見においては10ミリ程度まで飛行しています。また矢印に示すように腹水の貯留も認められました。さらにこの後結腸壁が交差していることも確認できました。これらの所見から大腸に変異があると診断しました。後に行った冒険時には結腸の十軸捻転と左側結腸の右方変異の併発を確認しています。これらのことからもエコー検査は変異線の診断に非常に有用であると言えます。次に血液検査について説明します。 PCV と総タンパク量以下 TP は急性の脱水を評価する点で最も有用であり、脱水の重症度の指標となります。通常血液や細胞外液から水分が失われると PCV と TP は同調して上昇します。乳酸値は腸の虚血の指標であり、重度の変異により腸管が虚血状態になった場合に上昇します。正常値は 0.8 ミリモル未満なので、それ以上の値の場合は変異線の可能性を疑う必要があります。ただし軽度の変異では上昇しないこともあるので注意が必要です。腹腔穿刺は疾病の種類や障害の重症度を知る上で最も有用な検査法の一つです。採取した腹水に対しては肉眼検査、総タンパク値測定および顕微鏡検査を実施します。正常な腹水は淡い黄色で透き通っており、採取される量は非常に少ないです。しかし腹
腹腔に何らかの疾患がある場合には粘稠度が増し、その色調も変化します。図にあるような赤褐色の腹水は腸管の膠薬や破裂を意味します。また白黄色で不透明な腹水は多量の白血球の存在を示しており、腹膜炎が示唆されます。次に腹水内の総タンパク値は閉塞などがあった場合に上昇し、大幅に上昇した場合は重度の腸管損傷が疑われます。次に顕微鏡検査について説明いたします。正常な腹水には細胞は少なく、赤血球は認められません。しかし急性の腸捻転の場合では腸管からタンパク質とともに赤血球が漏出し始めます。腹腔に細菌やエンドトキシンが漏出すると、上の写真のように白血球がこれらを食べ始めます。腹腔内に白血球塊が確認された場合、重度の腸管の破綻や腹膜炎の発症が示唆されます。また腸管破裂後の腹水の顕微鏡検査では、多数の細菌、変性した白血球、赤血球および植物繊維が認められます。次に腺痛の治療法についてお話しいたします。症状が軽度から中等度の症例に関しては内科療法で治癒可能な場合が多く、疼痛のコントロール、血液循環の改善、腸蠕動の回復が主な治療方法となります。腺痛治療は疼痛を和らげることが非常に重要であり、鎮痛剤の投与は最初に行う治療でもあります。しかし正確に病態を把握する前から鎮痛剤を使用することで症状をマスクし、逆に病態を悪化させることになってしまうこともあるので、鎮痛剤の選択、使用は慎重に行うべきです。また腺痛により血液循環は少なからず低下していることから、循環を改善させるためには電解質の点滴や警備投与が必要となります。点滴と警備補液の効果は同程度であるという報告はありますが、腸炎などで粘膜に異常がある場合は点滴の方がより効果的であると言われています。また重度の脱水を起こしている場合は写真にあるような持続点滴が必要となってきます。腸蠕動を回復させる手段としては、電気針によるツボの刺激、干潮、あるいは引き運動などが効果的です。その他にも下剤の投与は便秘腺に対する一般的な治療方法です。よく使用される下剤は潤滑性の下剤である流動パラフィン、塩類下剤である防潮、また腸蠕動抗進薬であるモサプリドといったものです。流動パラフィンは糞の周囲を潤滑油で満たし、滑り出すように腸内容物を排出させます。正常であれば24から48時間で排出されるので、腸内の通過確認マーカーとして使用することもあります。盲腸便秘のように潤滑性下剤が届きにくい症例は、腸管内の水分を増やすために電解質の頻回投与を実施します。また重度の腺痛で内科療法では治療が困難であると判断した場合、速やかに追加検査を実施し、外科療法、すなわち開腹手術の決断をしなければなりません。外科手術の必要性を示唆する症状は、鎮痛剤に反応しない絶え間ない疼痛、直腸検査による明確な異常所見です。また症状が急激に悪化した場合、あるいは重度の腹部膨満や腸蠕動の排泄、これが長時間継続する場合には手術を考慮しなければなりません。胃液の逆流は小腸近位での閉塞が示唆されていますが、胃を減圧することで急速に疼痛が緩和し、腸蠕動が回復する場合もあります。しかし胃を減圧しても疼痛が緩和されず、内容物の流出が続く場合には空腸が膠薬している可能性が高いことから、手術が必要となります。腹水については、異常所見が観察された場合には手術を実施しなければなりません。しかし腹水に異常が見られるには時間的な経過が必要なことから、たとえ異常がなくとも緊急手術に踏み切らなければならないこともあります。また血中の乳酸値が 0.8 ミリモルを超えた場合も変異性の可能性を疑う必要があります。最後に
線痛の予防方法について説明いたします。線痛の原因は不適切な使用管理に起因することが多いため、それらに注意することにより線痛の発生を予防することができます。濃厚飼料の多給、乾燥の種類の急な変更は線痛の誘因となるので適切な管理が必要です。また馬の胃は体の割に小さいことから、会話は数回に分けて与えるようにしましょう。当然新鮮な水を常時摂取できる環境にあることも重要であり、水の摂取量にも気を配る必要があります。これは人を乗せて運動を行っている馬の粗飼料と濃厚飼料の目安です。故障などで運動していない場合や放牧しかしていない馬の場合は、粗飼料のみで必要なエネルギーを得ることができます。粗飼料は体重の 1-2%、 濃厚飼料は体重の 0-1.5%、 飼料の総量は体重の 1.5-3% がそれぞれの目安となります。また歯の疾病により線痛の発生が高まることが報告されているため、歯の適切な管理も必要です。歯が悪いと適切に飼料をすりつぶせず、食物が消化されにくい原因となり、それが異常発酵によるガスの発生に関与しているのではないかと考えられています。日頃から口の中を観察し、よだれや食べこぼしがないかなど確認することが重要です。便秘腺を発症する馬の多くは休養中の運動不足が原因であることから、休養馬の糞状態に注意を払わなければなりません。特に糞が小さく硬くなり始めたら、下剤や整腸剤を根治することで便秘を予防することができます。また寄生虫による線痛も発生することから、獣医師と相談して適切な駆虫プログラムを実施することも重要となります。またストレスの軽減や胃潰瘍薬の投与も線痛予防の一助となるでしょう。本講義では線痛の種類や症状について解説してきましたが、中でも変異線は開腹手術をしなければ助からないケースが多く、手術までの時間が長引くほど生存率は低下していきます。本講義で説明したような激しい痛みを示す馬に遭遇したときは、一刻も早く獣医師に連絡し、必要な検査と処置を行うことが重要です。また線痛は飼料管理や駆虫プログラムの確立などによって予防することが可能です。濃厚飼料の多給、乾燥の種類の急な変更は控え、適切な給餌をすることが大切となります。以上で本日の話は終了となります。少しでも皆様と皆様の愛馬のお力になれれば幸いです。ありがとうございました。